さあ8月7日東西戦始まりました。皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日参加が28名、14対14の東西戦となっております。はい、で先方はみじんこさんの9と久しぶりに登場の先方タルバイン。先方、はい、なんか久々ですね。はい、本日、1P コロスケ、2P、タナトシンというリーダーでやってるんですが、タナトシンがトミニーにあのリーダーを投げた結果、あの順番決めを投げた結果こうなりました。はい、あの勝ち上がりの匂いがちょっと漂うんですが、なるほど。はい、開幕が Q vs エレナとなりました。中段、あ、ジャンプ、後方撃、リーチが長い。中段から SA が一応つながるんですね。そうですね、あの押しっぱなしの中段突進から、おお、半角の腹部、開幕ぶっ込んでいく。お、確定。さあ P2 回、このアドバンテージはでかい、はい、さあ開幕ゲージを吐いてかなり優勢取ってゲージを貯めれるか。さあタルさん見切って打っていく。ある意味なんかあの門番タルバインと言われても久しいんですが、先方で出てくるのはなんか、うん、あのシーマタルバインの時代以来な気がしますね。ここのところは大体、はい、今中あたりだったんで。そうですね、いわゆるあのビギナーズでにもあのタルバイン連携が知れ渡ってしまっているのか。まああのタルさんと戦うときに後ろに立つと、例えば ラウンドアーチの後はマレットが来るよとか言うと大体飛んでくるので、まあ、まあ印象深い連携が、ね、はい、ありますからね。その辺でフォローもしやすかったりするんですが、はい、ワンブロから、さあ中段から EX、 おー、ゲージ入ってここはダメージも取りに行く。いやこれは投げていく。わー、固まったところを吹けね。みじんこさん強い。さあ2人目が、さあ2人目まこと登場、かぶせという形になりましたかね。これは SA が捕獲じゃ、失礼、腹部とトサラミですね。ラクサ取って、これたまる、たまった、たまってましたね。しかし寄らずに攻めていくと。さあ飲まれないように Q 側も、おお、さあ怖い吹き上げだったか。ここは捕獲からコンボ決めて、コパンド落とす。この辺は丁寧な立ち回り。いやー、しかしトサあると怖いな、これは。おお、ジャンプでしっかり相手のダッシュを空中で逃げていくと。さあ第2ラウンド移動からさ、ここはしっかり飛んでいる。ここは捕獲でぶっ込みに行きましたね。さあ PA 決めて、誠が前に行くんですが、 Q 側がかなりいなしているイメージですね。これはさあ、しかし一瞬の火力でひっくり返るこの組み合わせ。突進から、画面端まで持っていくが、いや、誠側も技巻いてるんで、急がも前に出にくいですね、これ。あー、唐草入って、1は、これは、さあ、EX テスト、ガラシテスト。再び唐草、産地足りない、これは。逃げジャンプ中継。さあ、逃げてや。そうか、あの、産地が長いキャラは、唐草からの EX テスト2回くらってもピヨらないのね。さあ怖い位置だか、前して EX チェスト、 EX チェストもいい技ですね。あれブロがなかったらガードしてほぼプラマイゼロだっけ。確か、なんか確かプラスなんじゃないですか。あ、プラス、うん、プラスで Q はさらにプラスがあってみたいな。あ、さあいろいろあったがダメージ的にはロハ、ビンタでフォローが効いてる。あ、惜しい。さあこれどっちが持っていく、
一度距離を置いてちょっと仕切り直した形か。早出しのジャンプ台番ジェストが追っかけていったがジャンプ台系が待っていた。ミジン呼吸2連勝。さあ開幕2連勝のミジンコさんに対し出てくるのは本日エントリードライパパです。先週確かハッピードライだったんですけど、ハッピーだったのはあのパパになったというあのそういう暗示だったんでしょうか。先週ハッピードライでかなり熱い連勝してたんですけど、はい、さあパパとなって守るものができたドライさん、本日の強さはいかがなものか。しゃがみ台パン対空対空出てきましたね。後ろからタナトシンの熱い線が飛び交っていくが寄らしていく。最後パームリーダー高まってますの後ろで。そうですね、はい、リーダータナトシさんが熱い応援が響き渡っております。はい、はい、あの本日リーダータナトシンやってもらったんですが元気やな。これマイク聞こえてるからこれ。あさあこれは PA2 回ヒューゴ、わー完全体ギガスにはちょっときついっすね。これギガスだと相当減らなくなるのでピエさんからして2割ぐらいしか減らないんじゃないかな確か。あーかもしれないですね。補正の関係でそのこれ一撃があのでかいダメージのやつって防御力高くなるとすげえ減らなくなるんですよね。体力2回入れるチャンスがあるとギガスを2回入れるチャンスがあるんですよ。タナトスさんの応援、はい、これでもまだ死なないかもしれないこの下手したら。死なないけどいけるとタナトスの応援がマジ熱い。リプ対空のしゃがみ台パン、しゃがみ中パンですね。ごめんなさい、ゲージ温存してますからねですね。お互いマックスで最終ラウンドセコンド強い。やーこれはさあ両手を上げて喜びのポーズ。いいえ前田としっかり6割。これは届かない。腹部は発生早いですがちょっとリーチが短いのかなんてんですね。ワンブロかな。さあ捕獲コンボ決めるもヒューゴには2割ほどか。開けしゃがみ中パン。パパ強いぞ。さあミジンコ様を止めたドライパパに対するは天秤さんですが、あの情報によるとなんか本当にお子様が生まれたらしいです先日。ここはリバーサーで思い切ってムーン埋めていく。灼熱は飛んで、さあヒューゴかなり優勢だが真空だと結構削りにくいが、さあここは相手のダッシュをとがめていく。さあ第2ラウンド、さあ灼熱対ギガスという形、龍側が丁寧にすごいダメージを奪っていきつつヒューゴがワンチャンで持っていくというようなそんなイメージでしょうか。さあこれは逃がさないでが、おおスターさせていく。これはちょっとタイミング悪かったか。マリステにムーン回しているドライパパ。さあ3人目イタリア勢のランですね。先日先週か、イタリア勢4人で遊びに来てくれまして、あの本当にロングバケーションらしくて、あの今週いっぱいぐらいいるらしいです、うん、はい、で今日はラン単独で遊びに来てくれましたと。さあしかしドライパパ乗ってる。おお半角なの。確定ですか。ちょっとわからないが確定っぽいですよね。なんかモーション的には確定っぽい。いやパパ反応早い。さあノリノリのドライパパがヘッドバットグタグタ落としていく、うん、
さあランがちょっと困っているか。これは勢いがやばいですよ。これはやばいですね。これあこれはもうこれはやばいですね。勢いがパーない。さあやるタクが全部通る。ここは一回中足よく落ち着けるか。さあ読みのシュートだが、ここはなんか熱い連携だったが、さすがにちょっと、さあちょっとテクイとこれは、あーここも回している。スピバー打つ。ランも熱くなってる。スピバーで最後削っていく。でもドライさん最後ゲージ食べてましたからね。食べてましたね。割り切りましたね。実は冷静です。さあ殿下の宝刀もう一度出るのか。これはあーこれはさあまあまあまあロハということでいいでしょう。チュンリガがちょっとゲージをもう一回食べれるかというところか。バームが入る。タナトシが熱い。さあ今のリープ圏内ですからね。怖かったですね今。あブロッチ出し投げていく。まだ圏内じゃないかこれは。最後タッチシューパーン。ドライパパ3連勝瀬戸っち。さあこれで4人目瀬戸っち、3人目ドライパパとなりました。あのパパ強いんですけど乗ってますね。はい、あの子供生まれるとサード強くなるんですかね。守るものがあると強くなるんですか。回していく。ああいうのがいい方向に全て転がってますからね。全部トクタクトク。うわ見えてますね。やべえなこれ。エルボー通して。さあ多少食らってもこの勢い止まらんでしょう。これはあーこれはちょっとめくりになった。カラクサだがこれはトサの入らないチュー。ライパン EX ギガシャ飛んでいた。これは足りているか。あー読んでたんでしょうね。いやー誠の技が強い。判定が当たらなかった。悲しいものは見れてしまいましたが、さあしかし第2ラウンドも積極果敢に行くのはドライパパ。今度もヘッドバットなんですが、誠の中継の方が強いですね。これ出ちゃえばあのヘッドバットかなり判定強いですけどね。さあ画面端を押し込むが、これはトサの怖い位置でもある。うわー呼んでいた。ここを飛ばれている。繋がらない。当たっている。さあもうお互い気持ちの勝負になってきました。 EX うわー回している。いやーここで日和らないのがパパの証。さあ第3ラウンド8番パ。さあジャンプ中継メインに瀬戸っちも押していくが、あー着地にガラクサ。さあ瀬戸内どうする。吹き上げて吹き上げて吹き上げる。さあダブルではピオらない9号だが、ギガスこれは足りるか。足りない。残るバーム。パパのギガスが冴える冴える。さあこれで4連勝4連勝ですね。さあランドリーマン登場。ここらでまだ2人差ですが、まあ、止めていきたいところですが、さあ中盤距離を置いて波動拳。まずはこれ画面足投げていく。中足こかしていく。ミートを通して勝利を透かして振る技が全部当たる。マジか。これは勢いがちょっとやばいですね。本当これ半端じゃないですね。めくり竜巻もガードしている。
さあ結果的画面端になってしまったが、おおおおダメから、これは出てしまったが、まあ、人体ちょっと勢い余りましたね。そうですね、ちょ若干暴走気味になってしまったが、さあ落ち着けるかどうか。いやランドリーが落ち着いてますね、審判陣内。パム、おおおお、ランドリー勝利を炸裂。この剣こういうところで打つんですよ。さあ最終ラウンド、竜巻パーム、台足、ここはガードしてる。さあヒューゴ側にギガスゲージが溜まる前にダメージをある程度取っていきたいところだが、距離を置いてここはタッシュバー当たる、釣りだったが遠い。さあ反撃ちょっと難しかった。足 EX アドが当たる。ここはシンプルにいった。コアコア陣内 TA して、さあランドリー体力有利取ってはいるが、前に出るのはヒューゴ側、出し投げ、結構時間のかかる試合になってますが、さあどうなる。動きがおお吸い込んで、あーここ差し返し、タッチバトル中足、陣内足りる、足りたー。ここは打っていったランドリーマン。さあドライヒューゴ大暴れでちょっと差をつけましたが、ここでスミオンさん登場。スミオンさん、ユリアン、ここでさあランドリーと、さあダッシュからコアシェット、ここダメブルズ入ってますね。さっきねノジアやったんですけどね、かなりいい動きしてますが、シンプルにいった。さあガード不能からの、ここはシンプルにドット残る、殿下の宝刀ですね。エリアン使いは最後みんなやります、はい、みんなやります。状況選べば強いんですけどね、ダドのカニとかもかわしたりするんで。いやーバックステでキリにかわす、おーっていく。ここは画面押しもかれたい、あーホームラン、タックルタックルキャンセルからのガード不能へデストロイ、これぞユリアンである。さあ、6人目、ワンピが6人目、カラスさんのチュンリーなんですが、山梨勢だそうです。あ、山梨から、はい、遊びに来てくださいました。なるほど。あのクーペなんかでも山梨のゲーセンでクーペ1チームあったで、山梨勢っていうのがちゃんとあの存在しているらしくですね、あのたまに、そうですね、遠征しに来てくださいということで、千葉っちさんとか確かそうだったかな。本日は山梨からの刺客、さあカラスさん登場でスミオンさんと対決。ここは押し込まれる前に三角飛びで逃げる、元気くいいっすね。ヘッド暴れには有効なタク投げていく、入れ替わっていくな。いやチュンリーが冷静、あーこれ打ち切っていく、いやそのままへ持っていく、最速肘でしたね。うん、今のはなんだろう、最後だけ重なっちゃったのかな感じですね、多分あの100列1セットで4発出るので、最後の1発だけブロって噛み合った形でしょうか足の位置だけ見てれば一応分かるんですが、 あの位置で瞬時には結構難しいですね。さあ第2ラウンド、チョップはブロって発見保育、さあ画面端、自動的に裏に100列が出てフォローが効く。さあこうなると1本吐くかどうか難しいところではありますが、さあこれで吐かなくてよくなった。
あとはぶっ込みに気をつけてと。エイリアン使いみんなやりますからね、あれ。あのダッシュイージは一時の望みをかけてという。もはやこれまで。そうですそうです。通らなかったらごめんなさいという。と言って肘をこすり上げる。一本取った後の二本目にやる最終奥義ですね。はい、大会では全然 OK だと思います、あれも。さあワンブロー、画面足三角飛び、綺麗に逃げていく。さあチュンリー2本溜まってしまって、はっけいて EX セット裏にもある。立ち投げ、さあユリアンが果敢に前に出る、タックル取って、さあ三角飛びで逃げれない、もう一枚、あ、ここはうまい、綺麗に逃げた。エイギスの有効時間把握してますね。お、あ、噛み合った、チョップのスカリに入って、もう一本中和跳躍。いやでも最後しっかり確認しましたね。しましたね最後。さあチュンリー同キャラとなりました、6人目対5人目、ツーピーが5人目はひろゆきですね。ひろゆき普段白なんですが、ここは先にあの色を持って帰っているので、抜きさんからになりました。さあチュンリー同キャラ、この様式美というか、もう中足を振り合うこの美しい地上戦ですが、この辺はお互いまだゲージ量も同じぐらい。さあ中足を振り合う、まずはカラスチュンリーがねじ込んでいく。ダメでしたか、ゲンキックで再び今度は画面中央、立ちだけが通る。移動投げ、スピードガードしている、あっ漏れてしまった、これはお見事。さ、当たんないのかあれ、 EX ヤクルス。チュンリースカるんですね完全に。あそこからだとチュンリーああいう最大なんですね、あれ。さあ第2ラウンド、ゲージはひろゆき側だが、さあカラスさん側に1本溜まるとまたちょっと変わってくる。三角飛びで画面中央に戻っていく。この辺の中足怖いが下も入っている、ガードしっかりしている。さあこういうか出なかったものの牽制で追いついて、怖い、この場合が怖い、怖え。さあここはカラスチュンリーねじ込んだ。準備はいい。さあ6人目同士、ヘブンユリアン登場。本日ユリアンなんか全部で5人ぐらいいます。かなり大人数。まずは、スミノさんに続いて、スミノさんとこれ同じカラーですね、ヘブン。もう2人目のユリアン登場。さあチュンリーユリアンでやりましたが、先にゲージ貯めたのはチュンリー側、砲翼使っていくか、ジャムだけ、ダッシュ投げを通していく、バグスからタックル、これを玉分割入っている、リープ、ちょっとタイミング一旦通ったんですが画面端に壁がいってませんでしたね。立ち強パンブロられていた、足りないが、ここは投げていく。チュンリー割と理想的な勝ち方で先制ですね。チュンリーがこれでまず1本、ユリアンがもう1本たまるが、ユリアン視点で見ちゃうと1本半ぐらい欲しいです。1本半だと肘入るとなんか殺せる匂いが出てくるんで。さあここで1枚吐いて画面足持っていきたかったが、ちょっと間が壁との距離が合ってしまった。ギャップ、さあ投げ通して池田が通る、タックル、さあ気を取り直して投げていく、タラジャンから中足、チュンリー側ゲージ2本ですが、まあユリアンもとりあえず1枚溜まったというところで第3ラウンド、
さあ牽制技で押していくが、ヘブン側もジャンプ台形を縦に立ち回るが、さあ画面足で寝てしまう。三角飛びで逃げる、弱に通って試合です。これはしっかり見ていた半角です。あれは逆で通してタク入った。さあこれですが、当たんなくてもまあまあウェイジスあるので、ちょっと砲翼やりづらいですね。向こうはもう一枚ブロッティング出し上げ。さあユリアどうする、グラップ中足砲翼。さあ投げで死ぬか、これ死なないか。これは上張ってる、デリブガード、あー中足砲翼冷静そのもの。さあガラスチュンリーさんでしょう。さあ均衡を破れてこれで逆転っていう形になったのかな。ワンピー側が1人リードしている、ね、そうですね。さあ中盤戦に差し掛かって、ここで F さん登場。あーチュンリーのしゃがみに当たらないんですよね、あれ EX マシンが。さあここは序盤だったので砲翼などは食らわずにと済みましたが、マンブロ逆マシンバラジャンからコアカゴクぶっ込んでいった。さあバラかな、二度投げはグラップしている、ショートスイング置いてあった、立ち台曲がって、あー浮いている、飛びから最大カニ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 、ダッキングアッパーゼロドット、バラを重ねて両眼いやー一瞬死が見えましたが本人苦笑いさあエフダトリ先生、チュンリー側どう押し返していくか、ダドの飛びをしっかりくぐっていく。ここは前中継からヒット確認、なにわガードだが、さあダッキングには発見攻撃歩き役です。この辺分割か、対空発見。最終ラウンドさあチュンリー側が今度は動いてきた、近寄ってなら立ち台パン、ダドは飛ぶものの前捨て膝砲翼、しばし効果確認している。さあ先ほど見せたカラジャンコーク、ここももう一回、次のタクが、おおほほドット残るが衝突、おおほほマジか今の、いやーお見事いやコロスケも大概やな、ね、さあF さん先ほど劇的な逆転劇でした。チュンリーは2枚並べているのがコロスケでした。ここでタミー登場ですね。さあタミーチュンリーですが、ここは F さんがもう乗ってるか、これはリープはゲンが潰して、投げすかりにショートスイング確定、いい技だな。さあゲージを吐き切ってファーストラウンド取っていった F 側。さあ第2ラウンドはまずはタミー砲翼決めていく、要素で三角飛び、うわー膝強い、吐き引こう、今度は圧倒的タミーペースだが、タッチパンこれダドにはやらしいですね、雑魚高い相手には。さあ最終ラウンドレバチュー強い、しかしここはタミがガードしっかり固めて中央に戻る。
しびれる地上戦になっていたが、さあジョージ、ああここはしっかり反撃を打ってくる。タミゴ裏から散らしたが、さあ先ほどと同じような展開、こっからどうなる。 EXSB バさあこれで7人目と8人目キラキエレナ登場。本日そうですね、タルさんに続いて最後のエレナですね。さあ SA はブレイブと翼戦スライディングでぶっ込んで、さあ下段を通していく。中段はガドラが、いや相打ちなのあれ、なんか今多分ワンブロから昇竜かなんかやろうとしたっぽいですね。結構様子はめんどくさいんですが、前に出る昇竜持ってるからはワンブロからで追い返せますね。EX マレット、もう中継、あー発見確認してる。いやまだ死なないです。ね、あー下ブロ、下ブロ入ってる。さあ第2ラウンド、うわすげえ位置でガードさせて飛んできましたねさあ様相も強いこのチュンリー、ワンブロ、おお見事 EX ナイロで追っかけてか、なるほど、あれは確定なんですかね、なんかそんな感じしましたね。しっかりその後昇竜も追い打ちですね。ワンブロ、さあ画面端寝ていく、投げてキープブロって膝、さあ体力若干タミ優勢だが、うわー怖い。 EX マレット下村入っている、下出なかったか、いやージリジリしていく。グラップは入るが、もうグラップ押すのも怖い。これチラシ寝かしていく、投げて投げて、もう一回投げる、投げていく、投げ4連発。さあちょっと待ってね、ごめんなさい、さあごめんなさい、若干画面がごめんなさい追いついてませんが、これタミ VS 厚刈り7人目と9人目ですね。さあ 1P 側が若干押してきた印象、タミをどこで止めるかという話だが、蹴られてもムーン吸い込んでいく。立ち台系強い、ここもそして百裂も入ってワンブロック、ここも百裂追い返していく。ここはゲージ入っていった、満タン2本持ってたので削りに行きましたね。ギガスゲージは 1.5 本。さあ第2ラウンドはパームブロっている、いや右端の右下のボタンが強い。チュンリーパーム、さあ泳ぐ入って予想で逃げていく。ここは出かかり中足で潰しましたね。中継から、いやー EX ラリアットも隙間が潰せー、ここも砲翼。さあタミ3連勝で俺まあ大変さなことですからね、多分やってくれると思いますけど。おいよいいよ、さあチュンリーゲージ、あ、いいですね、ゲージがないうちに何とか攻めの形をユーリアンは作りたい。さあ、おっと、チュンリーがちょっとゲージが溜まってしまった。お、いいですよ、いい連携、いい連携、お、取りました。
おっと、ナイスコンボ、おナイス太平、いいよいいよ、もう一歩いける、もう一歩いける、逃がすな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 、よし、甘えちゃダメ甘えちゃダメ、まずい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 、おお、いいですねいいですね。あ、ゲージ状況は、まあ、チュンニーもかなり盤石ですけど、ユリアンも一発圏内ですかね、これ。お、いいですよ、仕掛けました、はい。さあ、もう一本溜めたい、ここは。お、溜まりました、溜まりました。お、危ない危ない危ない。もう一回ちょっと仕切り直しですか、これは。頑張ってください、ここは。もうちょっと、追い詰めましょう、もうちょっと。お、いい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 、あ、あ、あ。お、ナイス、ナイス。お、さあ、さあ、ゲージ状況はユリアも悪くないです。何とか隙を見て仕掛けたいところです。おっと、お、これ当たってる当たってる、おっとおっとおっと、もう一度あるよ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 、あ、逃げられた。ちょっと、あ、ここ頑張りましょう、ここ頑張りましょう。お、いける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 、おお、いいですねいいですね、オブレ、お、マジでマジで、なんとかなんとか仕掛けたい仕掛けたい、お、取った取った、お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 、あるんじゃないのこれ、あるんじゃないの、お、え、なんでなんでなんで壁がないの、お、お、やったー、よっしゃよっしゃ、とりあえずやったとりあえずやった、大変さん、ナイスナイス、オッケーオッケーオッケー、いや、これでもう、さあ、これ関西の強豪ということで名の知れた松下さんです。でも、まあ、大変さんならやってくれるでしょう、やってくれるでしょう、お、やった、お、なんで、お、バレてますね、頑張ってください、タイヤさん、お、いいよいいよいいよ、ワンチャンあります、あります、これはある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 、あると思うけど、ある、あ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 、赤ブロ、赤ブロ、なんで、どうもあれ、お前、そう思いましたね、思いますね、どうでした、お、お、一気にいけるいける、ここ逃がすな逃がすな、いいんだいいんだ、よし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 、ナイスカードナイスカード、お、いいよいいにいいに、お、いいよ、あ、潰された、マジで、お、頑張って頑張れ、あ、これは安いこれは安い、安くないな、結構高いな、なんとかしてください、なんとかなんとかしましょう、あ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 、大変さん頑張りました、ありがとうございました、さあちょっと待ってね、字幕が追いついてません、ちょっと待ってちょっと待って、あ、いい、試合はいいです、ごめんなさい、試合は大丈夫、大丈夫です、すいません、全く字幕が追いついておりませんが、11人目タナトシンです。さあ、ちょっと追い込まれてますが、ここはタナトッシン頑張っていただきたい、本日リーダーコロとタナトッシンでしたが、タナトッシン本人が自信を持って勝ち確メンバーを揃えたと豪語しておりました。ここはちょっとリーダー頑張っていただきたいですが、さあ、そして松下さんは当然戦初、え、わかんない多分こちらに越してきてからは初なんじゃないでしょうか、違ったらごめんなさいですが、さあ、本日アッシリンゴ、そしてこの松下さんと強い息吹が3枚います、なかなか息吹祭りといった風情ですね、うん、さあ、そんな中ですが、ここはタナトシンの暴力がまずは意地で先制していった、ダッシュ中パン2発目でキャンセルしている、おお、マジか、拾うのあれ、暴力そしてスカシ投げ、タナトスムーブ
さあここはつむじ入るがダッシュ投げ、そして発動乱石で浮いてしまうが、さあ若干もつれたが、あ最後もタナトッシンだった。やりたい放題である。さあちょっと差がついてきましたが、タナトッシンが頑張って追いついていただきたい。ここは9人目ユンさん登場ですね。ユンさん最近リュウなんですよね確か。裏にも落ちてるところには勝利券中5歳ってで、しゃ、おお、フル技が全部当たる。灼熱で吹っ飛ばして、いやー技が冷静、あーダッシュにくぐっていくか。タナトッシンムーブはここに一瞬発動させて、さあ補正切り選択、勝利を使っているが、ここはガードフローループを狙ったんだと思うんですが、結果的にループせず、さあ大難度竜巻2発目当たって、さあ画面端だったが下段は顔してる。バックしてから中足竜巻、中ゴス重ねて真空竜巻まで当てて打ち切っていく。タナトッシン、あー前捨てで日輪をくぐる。そうですね、タッチは USB 富永で、ワンピー側がまだ6枚います。ユーン、コロ、ディオ、シノブ、リンゴ、モチと。さあ6対3、ちょっとスコア的には厳しくなってきたところですが、さあアツシがとがめていけるか。盆栽強い、おお投げすかりに膝からのつむじ、投げすかり、ここは投げ前の短さが出た、ゲージ入って殺していく。さあ来2ラウンド、まあ1ゲーム取ってここは投げていく。さあセットプレー気味ですね。おお、ここはループ入って、さあ幻惑させていくがしっかりガード、林チアしたくないやつ、相打ちだが両方ブロール、しかしフォローが効いている。盆栽しゃがみは痛い、あー怖っ、空中で食らわないが最後引っかかる。はい、これで10人目が本日リーダーのコロスケですね。先ほど 2P 側のリーダー、タナトッシンは散ってしまいましたが、こちらのリーダーはどうなるか。はい、でもあっち側としてはこのコロを倒せば、あとはリオユリアン、シノブユリアン、まあ、リンゴ、イブキ、同キャラ、で対象最後が持ち主にというところで、そうですね、ここが関門ですね。ですね、はい。さあ先日の、まあ、最近やってる中ではもうオロが本当にきつい、困るというのを淳自身が言ってましたんで、ここはどうなるか、首折りでぶっ込んだ。さあ石がとがめていった、ガード今2発目石が止めましたね。ガード硬直がちょっと軽減されてました。さあ第2ラウンド、対空気味なしゃがみダイパーだっけ。ブロっている、立ちだけ。さあつむじの先端と立ち中盤、お互い間合い調整、前に出れば後ろに下がるみたいな形だが、まあ、かくていない。下ブロ入っている、前捨て怖え。体育はしっかり落としていく、指側。そして甘い日輪はスライディングでかわしていく。日輪自体もね、当たると地味に痛いんですよね、スタンチもたまるんで。あれ
さあ牽制技が強いオロだが、前足かさあ DC 見してきたが、上から蹴り飛ばしていった。ガードしている石発動して下段通る。あーこれは拾っていく。さあ、ズビが残り2枚となってしまいました。副将 YSB 登場。さあこの2人というか どうなんだろう、結構やってるのかな、どうですかね。比較的配信内でやってるようなイメージはありますけど、はい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 。まあヒューゴ側がきついのは多分そうなんでしょうが、さあコロスケがこれさっきの伊吹戦もそうでしたが、間合い管理が相手が動いた分微調整してますねって言ってたらボディからのハンマーマウンテン。さあハイ SB プレッシャー、さすがですね。ムーン決まっ、あそこで回しますか。さすがです。さあ第2ラウンド、表情も冷静そのもの。さあコロは、あーハンマーが立ち受けを潰して、パームが潰してますね。これはさあ、あーここはミートでやり直そうとはさせじんと。さあコンボ入る。さあこれは手が遅いので技をかけます。そしてボディーガーのハンマーマウンテン。さあ11人目、ディオさんのユリアン、九州勢だそうで、天神、普段は天神の台頭でやってるそうです。本日は遊びに来てくれたということなんですが、富にも認めるつわものだそうです。うん、はい。まあ、以前一回、うちの東大戦にも大戦も出てた、なるほど。あさあしかしこれ立ち回りが確かにこれは強いぞ。タック通してデリブラーク、やめろ。さあ第2ラウンド、ミートは届かないか。さあ以前第2戦にも出てたというこの実力、ダイダックル画面端でスフィアエイジス。さあ手前張り、ここはガードフローにはいかないが、パームが通る。ハンマーマウンテンからセットプレー、ここはカラジャム中足、スフィアを出る前に潰しましたね。さあスフィアエイジス押し込めるか、ダッシュ台足、今度はここも暴れていく、下もらえる、もう一枚デリブル通してもう一回。いやーディオさん強いこれ。さあ 2P 側が大将まで来てしまいました。大将は富永、 1P 側残りディオユリアン、忍ユリアン、リンゴイビキ、そしてモチチュンリーと、シュラの4人が残ってます。さあ富にーなら、しかしここからでもやってくれる男、ワンブローからカルサ、ダイパン EX、スタンチ7割で、コーチェストブロっている、EX するやが、カラクサシンプルにたぐってきた、寄らせてゲージ回収。さあ第2ラウンド、しかし九州から来てくださったディオさんにも頑張ってほしいが、これは万事休すか、とさらみ砕いて吹き上げて吹き上げる、もう一枚残ってて PA も確定、剣からのチェストイエクトロシーバックジャンプ大パン、これぞ富永。さあユリアンが2枚続きます。これで12人目、忍ユリアン。
さあ東西線はちょこちょこいらっしゃったかな、割と VSCC 常連のイメージですけど。そうですね、はい、お互いの人読みもかなりあるんじゃないかと。結構やってますからね。まあバーサスと言わずニュートンと言わず、割とお互い出没ポイントはあの一緒なので、ヘッドでかわすが、ここは投げていく。ここはさあエイジス1枚あるが、スフィアエイジス手前張りダイヤ勝して前風呂で逃げていく。ここももう一回戻っていた。やるコンボ選択完璧。ゲージをしかも最後あれ肘が入るっていう判断がすごいすごいですね。あれギリギリでしたね。バンブロ入ってるが、さあシノムユリアン得意の必殺コンボがどこに出るか。あーここは繋がってる。さあスフィアエイジス出なかったか、やり直していくテーブル。さあ画面端に行くのも怖いんですが、もう一枚これは厳しい。かかとシンプルにタッチューパン、勝ったのはワンピーチームでした。おめでとうございます。さあタナトッシンのあの発言は何だったのか。はい、ですね、で残り、エキシビジョンをまずやるんですが、とりあえずですね、2P の人さあエキシビジョン始まりました。ここで登場、残り、リンゴ息吹持ち順利なので、今この2人と本日だから 1P チームが勝ちで決まったんですが、あとリンゴ、息吹持ち順利残ってますので、これの勝った方と最後持ち順利がやってエキシビジョン終了という形になります。さあ忍ぶ VS リンゴですが、これはユリアン息吹と本日バーサスかなり息吹祭りなので、いろんな息吹の動きが見れるところではありますが、さあ一回しかし忍ぶユリアンのコンボが始まるととんでもないことになっていくので、ワンブロコパンから歩き投げ、これがそうなんです、前捨てで逃げれるんですね息吹だけ。え、重なってても裏投げしただけ、裏投げした時だけです。画面端取ってて裏投げした瞬間にジャケイジスはあれは間に合っちゃうんですよ。重なってないっていうことですね。重なってないんですね、あの状況だけは。さあここは窮地をしのいでいったリンゴ側だが、体力はユリアン側がまだ多い。盆栽盆栽とここはチラシしっかり立っている。ここで着地に逆委託、これは重なっていなかったか。さあ割と長めの試合になってきたがどうなるか。ユリアン側もう1枚溜まった。さあこれで削り圏内か、削らせ方にもよるが、かすめ打っていった。さあジャンプ2回からのワンブロで脳ダメ切り返す、下ブロ今下入れたんですが、かすみブロッキー切れず。いやー忍さん、さあ本日最終戦となりましたエキビジョン、もうチチュンリバーサスリンゴイブキですね。さあ本日28名ということで、かなり先週に引き続き盛り上がりました東大戦。最終戦はチュンリバーサスイブキとなりました。ああやって切り返すんですねイブキは。百裂ボール切ってどっかのタイミングで EX カザキリと裏回りで百裂、痛いっすねこれ。さあ PA でゲージ食べたんですが、ここは前捨てに中足が間に合った。リンゴ側もちょっと苦笑い。さあ第2ラウンドは EX 少ないから前に行く、百裂途中から当たるがジャンプだけ投げて、さあ連携で固めて押していく、これは食らっている。さあここの着地はまだ逃がさない、ダイヤシ膝で潰して、さあリンゴペースではあるが攻撃も怖い、くらいくらいと、ここはローリスクに押していく。うわー最後はカラジャンバックジャンプ EX くらい、
さあ最初ラウンドは、まずはじりじりした展開、ブロッている、チュンリー側がノーをしっかりブロックましたね。ここはチワシガード、今度はジャックの風、ジャックのつむじか、首折り入ってる、投げてライダー重ね、さあここはしかし膝から放力、ダメージ半分、肘越えから逃げジャンプダイバー、ここ痛い、さあお互い丁寧に丁寧に行くが、今度は伊吹側が前に出た、これは繋がらないが、怖いリプライダーガード、残り時間はタイムカウントが光り出して、膝浮いていた、いい癖焦がしていく、ここはブロリ切れず、最後エキシビジョンを締めたのはリンゴ伊吹でした。さあというわけで8月7日総裁選本日終了となります。お疲れ様でした。ありがとうございました。